this world out here is lonely and cold。世界の人たちをその車の改造からこう感動を与えるというか、こう喜びを与えるというか驚きを与えるというか、そういったところから、まあ、このフェラーリのワークスであったりランボルギーニのワークスであったりはしたんだけども、まずデザインが約、まあ、スタートしてから、まあ、そのデザインのその CAD データを作る人と自分とのやり取りで約2ヶ月から3ヶ月で、デザインが出来上がってマスターと型で製品ができるまでに約4ヶ月ぐらい、合計で6ヶ月ぐらい その制作期間が一台に対して必要です。マフラー、メイドイン USA アーミートリックス、これは、セマでパフォーマンスしたように、もうマフラーの触媒がストレートになってて、もうファイヤー火がわーって出るのがちょっとすごくいい音がして、走りの耐久性とかもあって、もう全てチタンでできてるんですごく軽い、まあ、これがアミトリクスの、まあ、特徴なのかな。リバティオークっていう会社は、毎年1年 そのテーマがあって、4年前はグリーン、変える、まあ、よみがえる世の中が暗い話ばかりの今の時代の中で、こうチェンジ、もうよみがえらせる、まあ、カエルのイメージでこうグリーンから始まり、女の子に車を興味を持ってもらいたいためのピンクでもまた、まあ、2年前に始まり、今年はブルー、まあ空のように人間が世界中がブルーな気持ちでこう行ってほしいなっていう意味合いの中で、このブルーをまあ現実的にモチーフにしたまあ一台ではあるんですけどね。だからもっともっとやっぱり、もちろんブラジルであったり、まあ、もちろんドバイであったり、もう今まで行ったことのないような国の人たちに、一人でも多くの人たちにこのワークススタイルのリバティウォークの自分が作った、まあ、デザインしたものを、まあ、一人でも多くの人たちに見せていきたいな。おい、ブラジル、ベジョニオ・フェハーリ、ウェブモーター。